ありがとう、ピカピカ。 G2 さん、ありがとう。ふくちゃん、お疲れ。テキサスのロンスターさん、バラ。わわうさん、お疲れ。ひろっちさん、おめ。クヨさん、お疲れ。サッタン、だるま、ありがとうございます。ヒーローさん、右田ピッポさん、よしかずさん、ガトーショコラさん、ありがとうございます。ピカピカ。カズさん、お断りです。ニシアン、G2 さん、ハート、ありがとう。ダーソクさん、バラ、ありがとう。サッタン、お断りです。しんちゃんさん、チンさん、ピカピカ、ありがとう。いっちゃん、ニシアン、スカイホエールさん、ハート。しんいちさん、ポップコーン、ありがとう。アイスレモンさん、ピカピカ、ありがとう。カズノシンさん、生きがい、生きがい、ありがとうございます。掛け軸。朝生テレビさん、ハート。タクシンさん、村上さん、ピカピカ。トシキさん、アイス。レネさん、コウさん、ピカピカ。フレーベさん、かわいい、ありがとう。コウさん、応援してる、ありがとう。陣内さん、ハート、ありがとう。おめも、ありがとう。ショウさん、キヨ兄さん、しんいちさん、おめ。中田田さん、お断りです。クックさん、お疲れ。福太郎さん、おめ。ショウさん、ピカピカ。クロさんも、ピカピカ。塩熊さん、応援してる、ありがとう。みきやくん、バラ。やすおくん、バラ。みつるん、かわいい、ありがとう。BD マンさん、お疲れ、ありがとう。ケンタロウカープさん、ハート、ありがとう。ロスボールペアドレスさん、ペンライト。台湾ジョジョさん、お疲れ、ありがとうございます。今日なんか顔がね、赤いですね。ほてっていますね。ほてほてですね。こんばんは。カズノシンさん、ありがとう。ビーディマスハート、ありがとう。ありがとうございます。シュンボウさん、ピカピカ、ありがとう。ありがとうございます。とっちゃん、ハート、ありがとう。こんばんは。塩野さん、ハート。ロスゴールペアドレスさん、拍手。パチパチ。ハリーポッターメガネのひげおじさん、ピカピカ、ありがとう。ニキビですか？ニキビ消してますよ、これ。ありますよ、消してます。え、アルバムタイトル、何、アルバムタイトルが出たんですか？知らないよ。え、発表されたの？どこで？え、え、知らないです。そうなの？発表されたの？何も知らないです。嘘、公式にも出てますか？え、アベマで発表されたの？え、嘘、知らない、初見です。初めて知りました。公式載ってないよね、サイト。え、びっくり。そうなの？なんて読むのこれ？どういう意味の言葉なの？ほえー、ね、公式サイト今見てるけど載ってません。え、びっくり。どういう意味みたいなコメント来てさ、何のことと思ったら、え、そうなの？タイトル決まってたの？タイトル決まってたんですか？知らぬ間に。びっくりしています。ほう、存じませんでした。私、びっくりしてます。ただただびっくりしてますよ。うん、A さんが出発して何時間後に B が時速何で何々で走ると的な、え、算数とかでよくある、なんで一緒に出ないのみたいなやつってこと？なんか A 君は何時に出ました、弟の B 君はみたいな、家を何時に出ます、しかし弟は走りますみたいなやつってこと？意味それなの？これなの？一緒に出かけないあのやつなの？え、
びっくりしています。こんばんは。ほえー、知らぬ間に知らぬ間にアルバムの話が出ていて驚いています。他のグループも同じタイトル、じゃあ嘘じゃない、嘘なんじゃない、分からん。かぶってるんだ他のグループさんと。え、じゃあ違うんじゃない、だって知らなかったもん私、今コメントで知りました。そうなのってびっくりして。じゃあ嘘かもしれないね。間違うことはないよね。でもその番組で紹介するのに、どこで発表されたのか、3期の番組らしいですよ、コメント欄によると。でも私 STU のメンバーだけど聞いてないから、その他のグループさんと被ってるのだったら違うのではって思ってますよ。ああ字幕表示だったんだ、謎だね。タイトルとは書いてなかった。どういうことだ。ただテロップで出ただけ。じゃあ絶対違うじゃん、 STU のじゃないんじゃない。あ、制作、あ、そうなんだ。じゃあ違うっぽいです他の、だって知らないもん。決まりましたっていう噂も聞いてないし、アルバムの詳細は何もわからないよ。旅人じゃん、七虹。だってね、秋元さんのグループだもんね、どっちも。ほんとだ七虹アルバム旅人山11月22発売されてますね。だから違うんじゃない、さすがにさ、同じプロデューサーのグループでタイトル、アルバムタイトル同じはありえない気がするから、これ違いますな。だって去年の秋に出たばっかりのタイトルだもん。こりゃ違うっぽいです。びっくりした、私メンバーじゃないのかと思いました。メンバーいつの間にか、メンバーじゃなくなってて知らされてないのかと思ってびっくりしました。よかったです。ちょっと今日風に吹かれすぎて前髪がボサボサだ。今日風強かった、めちゃくちゃ。多分これ違いますね、間違いだね、間違い。そう、これ広島のお話し会の時の服です。もう着れなくなる、冬終わるから。でも寒かった、これ上着を着て出かけました。なあこさんハートありがとう。楓さんお疲れ、こうさんハート、さとこさんハート、レフトさんおめ、クールさん5番、やすさんハート、なるしさんポップコーン、まこばやさんハート、リゾ48さんピカピカ、おみかんさん、にしさんハート、みつさんお疲れ、さったんばらありがとうございます、スタメンさんおめありがとう、ひろさんピカピカ、こかじやさんお断りです、くろさんばら、しんいちさんピカピカ、かずやさんかっこいい、コウさん、コウジさん、ハートありがとうございます。あ、掛け軸来た。マポスさん、推ししか勝たん、ありがとう。推ししか勝たんね。
ヒーローさんポップコーン、ゼッタン花束、ミキヤくんピカピカ、アルテミスさんピカピカ、ミハヒナさんハート、カズノシンさんハート、アルテミスさんピカピカ、あれ読んだか、おっさんバラありがとう、クラインさんハートありがとう、マリオ2さんおっさんバラありがとう、おいしかかたん、ジツーさんおめありがとう、もちはださんポップコーンありがとう。お、コナン見てきました。コナン、私もさコナンの映画見た日から過去の映画を見なんか遡って見てますよ。今日はハロウィンの花嫁見た、昨日は何見たっけ、何か見ました。で明日は金曜ロードショーで去年の映画が公開されます。わーい、去年のやつね、歌が好きです歌が好きだからエンディングも楽しみだな。コナン、そう明日の金曜ロードショー、先週と今週がコナンでした。コナンの映画がね公開されるから。多分サノッチさんピカピカありがとう。え、エンディング流れないの金曜ロードショーって、嘘じゃん。え、嘘、流れないの、あのリアルな街の景色みたいなやつ流れないの。急になんかリアルさっきまでありえないことがめっちゃ起きてたのに、急にエンディングで現実世界の写真動画みたいなやつになるんですよ。イラストじゃなくて。好きなのにないのか。マポスさんポップコーン、アルテミスさんハート、リョクさんおめありがとう。握手会復活ね、あるといいよね。アルバムの機会に、この機会逃したらもうタイミング逃しちゃうから、せっかくならねファーストアルバムで復活とかあったらいいですよね。ね、今日ちょっと口が回んないです。今日初めて会話したショールームがショールーム初会話です。私今日一日、今日は何も喋らず、こんばんは。そう、あ、ポイントカードありますとか、袋大丈夫です持ってますとかはあります、袋いらないですとか、そういうのはあるけど他喋ってない。マルさんだるまありがとう、マポスさんレインボースター、エジリンハート、アシーさん小判ありがとう、マルさんピカピカありがとう。そう、喉を休めました。喉ガサガサでも治ってきました、薬が効いて。毎日朝昼晩って飲むやつと、朝晩って飲むやつと、朝昼晩寝る前って4回飲むやつとあって、今粉薬を2つと錠剤を3つ飲んでますやばいよね、朝晩朝昼晩やばいっしょ。だから頑張って忘れないように仕分けしてる。これは今日の朝、これは昼とか、あと今日は寝る前のやつを飲んだら OK。 粉薬です、まずい、苦くてまずいです。錠剤がいい、粉は味がするからやだやだ。止めました、すいません。咳タイムじゃなくてシンプルに業務連絡来てたからちょっと見に行ってきました、すいません。ごめんよ。おっさんバラありがとう。ね、粉薬でもね、一番嫌いなのがシロップ、めっちゃまずい。シロップ好きですか？シロップ大嫌い。何が嫌いかっていうと、薬なら薬らしくしてほしいと思っちゃう。子供用だからさ、変に甘く作られてるじゃないですか。チョコレートっぽい味じゃないですか。あれが
あれが苦手。もう薬なら薬だよっていう味をしといてくれないと、なんか甘いと見せかけていやまずいなみたいなのが嫌だ。ちょっと不満です。ちっちゃい頃によく飲むよねあれ。私さ二十歳超えてから耳鼻科で一回処方されたんですよ、水のシロップこんなまずかったんだと思って、めちゃまずだった。でも保育園生の頃は憧れてました。クラスの子とかがあのお昼の時間に先生にこうやって飲ませてもらってるやつ、うわーなんか甘くて美味しそうと思ったけど、大人になって飲んだらまじかったです。まじいまじい。豚骨ラーメン味、豚骨ラーメン味の薬とかあったらもういっぱい飲んじゃって大変大変です。シロップ飲んだことないの？かき氷のシロップ、やだな、氷に染み渡っていくあのまずいやつが、レネさんハートありがとう。お薬飲めたね。やったことない。お薬飲めたねみたいなやつ。地震大丈夫でした？ちょうどお母さんとテレビ電話してて、夜お風呂入る直前だったから危なかったです。もう動揺した、もう怖くて急に警報が鳴って焦りました。でも大丈夫だった。めっちゃ食器ガタガタガチャンガチャンガチャンとか言ってたけど大丈夫でした。心配おかけいたしました。あのねツイートとかしないタイプです。私は災害の時なんか大事な情報とかにがその大丈夫ですかみたいなのを言うので流れてしまったら困るじゃないですかね。大事なものだけそういうなんかあの惑わせちゃうかなと思って。でも元気でした、無事でしたよね。警報鳴ってさ、どこやろうとか思ってたら徐々に揺れ出してびっくりした。でお風呂もさ、お風呂入るべきかタイミング難しくて1時間ぐらい様子見て、いやこれ入れるかなどうかなと思ってソラハさんと電話しながらお風呂入りました。怖かったから、もしねお風呂中に来たらもうやばいから。そう長かったよね。なんかさ本当に揺れてるのか余韻、なんか体が余韻で揺れてるのかわからないぐらい長かったですね。今日も気をつけなきゃです。まだね安心できないからね。他の過去の地震とかも本震と思ったら1日後とかにねまた来たり大きいのが来たりするから、皆さんもお気をつけください。長崎はあまり揺れなかったそうです。家族がびっくりしてた、全然だったよって言ってました。ゆうちゃんお疲れありがとう。すけおさんかわいいありがとう。人生さんハート、じつさんレインボースター、ねろけんさんのぶろうさんハート、おみかんさんえらいありがとう、みきやくんハートありがとう、ゆすりざるさんハート、スタメンさんハートありがとう、さんちゃんだよピカピカありがとう、ありがとうございます。あっちゃさんラブレターありがとう、しんいちさんバラありがとう、ねえ気をつけて過ごしても、まあ、気をつけようがなかったりするけど、もし何かあったらもうパセリのショールームはもうほったらかしてください。自分の身を守ってくださいね。ポストさんピカピカありがとう、
こんばんは。ひろし BKK さん、えらい、ありがとう。そうね、コンサート見送りないですね。 KKK16 さん、おめ、ありがとう。こんばんは。あさって本番ですよ。やば、あさってがライブ本番です。なんか今日広島風強くて寒かったから、週末は肌寒いかもしれません。かずきさん、ハット、おみかんさん、生きがいありがとう。陣内さん、いさありがとう。もみじさん、おめありがとう。しんいちさん、ファイトありがとう。みきやくん、ピカピカありがとう。そう、今日寒かった、風が強かった。夕方から昼は暑かった、昼は暑くて夕方冷えてた。小林さん、ピカピカありがとう。アルテミスさん、おめありがとう。ね、天気もちょっと雨予報だから気をつけて来てくださいね。変わってないのかな、天気、昨日見たやつから。ピュン、週末の天気じゃん。雨ですね、やっぱり何度見ても雨。湿度 46%、 日の出5時32分だって。だってよ、日の入り18時46分です。くしゃみが出そうだったね。日が長くなってきましたね。とっても嬉しいよ。ハッピーだね。こんばんは。くしゃみが出そうになる今日。 Z さん、お疲れありがとう。お疲れ様。ジャーパングさん、アイスありがとう。こんばんは。ね、ノイミーさん来ますね、広島。去年行きました。今年はでもアルバム発売後だから、ちょっとスケジュールが合わないかもしれない。アルテミスさん、レインボースター。台湾ジョジョさん、ハートありがとう。ね、そう、なんか顔赤い。でも普通にこれチークですこれチーク、チークでございます。はっちゃん、ポップコーンありがとう。ご主人様、お断りです。最近チークをつけるようにしました。血色が悪いと言われたのそう、チークなの。でもなんかさ、赤いよね、思った。私も配信始まった時にね、思いました。でも服の色かなと思って、あんまり青系着ないからかなと思った。どうなんだろうか、チークなのか。いつもとね、ファンデーションを変えたんですよ。試供品でもらった、なんかめちゃくちゃ SNS でバズっていた資生堂のね、ファンデーションの試供品をずっと使わずに持ってたから、ちょっと使ってみようと思って、今日の件。それがチークとの相性が良くて、チークがめっちゃ発色されてるのか、ただ単に頬が赤いのか、ちょっと分からんけど、今日赤いね、風呂上がりみたいな赤さしてる。めっちゃきのこさん、ハートありがとう。かずやさん、ハート。ひろし BKK さん、かわいい、ありがとう。
ありがとうございます。今日前髪を固めなかったの、だから風に吹かれちゃいました。危ない、 iPad が落ちるとこだった。土曜日の髪型どうしようかな。ひなさん卒コン、ひなさんツインテールとかかな。どうしましょう、どうしましょう、どうしちゃいますか。ちょっと前髪止めちゃおう。どうしようかな、悩みますね。曲的にはどうかな、前回みちゅさんの卒コンの時はノーエンマンがあったから髪の毛を下ろしたんですよ。髪が踊ってる時ファサファサなるのが好きだから、サコちゃんみたいな。でもね、今回はどうしようかね。コーラさんお断りです。佐藤健さんかわいいありがとう。持ち肌さんハートありがとう。マポスさんかわいいありがとう。どうしよう、結ぶか結んじゃうか。この前の公園でポニーテールしたもんな。どうしようかな、主役はツインテールと予想します。その心は、あの卒業コンサートのなんだあれタイトル画像がツインテールのイラストだからです。でひなさんといえばやっぱツインテールって感じがするからツインテールと予想しています。なので主役と被らない髪型でちょっと人数も多いので見つけてもらいやすい髪型で、どうしましょう、どうしようかな。まさかさんピカピカありがとう。キムさん似合うありがとう。迷うよ。団子？団子ですか？なんかもうね、最近髪型も難しくてね、あのさ、ちょいちょいさ、あの行けなかったイベントの話してほしい派としてほしくない派がいるって話をするじゃないですか。したら最近新たな派閥が生まれて、自分の好きな髪型を自分が行けない時にするのやめてください派閥が生まれて、それでもう髪型どうしたいか分かんなくなりました。もういろんな人が生まれてる最近。タカ99さんハートありがとうございます。そう、髪の毛どうしようと思って、ね、自分らしさ大事だよね。彼女なんかな。ひろし BKK さんペンライトありがとう。ね、困ったな。私が初めてサイドポニーをした日に見せた画像がこれ、初めてのサイドポニーの時の参考画像、マイキューさんでした。これは武道館の時のマイキューさんです。あ、でもこれとか可愛いかも。私のヘアアレンジフォルダがあって、見せれるかな？こんな感じでヘアアレンジフォルダを作ってるんですよ。メイクさんにこれでお願いしますって言えるように。では自分とか自分の髪型とか撮ったやつとか、あとはこうやってふうさんと千穂さんとか栗原さえさんとか、なんかこういうのを見せてお願いしてます。大森真帆さんとか。そう、どうしようかな、悩みますね。ゆうぴょんありがとう。ハートもありがとう。キングさんピカピカありがとう。しょうしょうさんピカピカありがとう。悩む。
あ、声がガサガサになった。悩みます。声ガサガサあー治った、治りました。急にガサガサ。おみかんさん回復薬ありがとう。りょうへいさんありがとう。ちょっと声ガサガサだね、やばいね。リキさんマックスさんピカピカありがとう。悩む悩む、悩みますよ。うん、水分いっぱい取りますね。悩む、決まらん。いやでもな、これかわいいな、これひなさんの画像。悩むな、どうしよう、悩んじゃうよ、悩んじゃうよ。うん、うん、どうしよう、うん。キョンシュさんピカピカありがとう。クロさんノブローさんハット、ゼットさんアイスありがとう。ちょっとお水持ってこよ、お水を持ってきます。お水ごくごくタイムしてくる。ちょっとお待ちください。よいしょ。はい、お待たせいたしました。水、水飲みタイムでした。すいません。美味しかった、ゆっくり飲んだ、ごくごくと。へへへ。そうだよ、今日肩出し。なんかこの服さ、冬なのか春なのか分かんなくて、どっちなんですかね。ここだけ見たら春じゃないですか、でもこの素材はめっちゃ冬じゃないですか。どっちなの、どっち、春。でもなんか深い青してるから冬なのかなと思ったけど。スケオさんありがとう。春か、春っぽい、本当春かなこれ。あ、秋確かに秋にも着れそう。そうだね、まだね 2,3 回しか着てませんこれ。ひろし BKK さんレインボースターありがとう。しんいちさんハートありがとう。春っぽいですか。なんか春服着るタイミング分かんなくて、春ってすぐ過ぎ去っていくから難しいよね。私が最近していない髪型は何だろうか、難しいわ、難しいね。結構何でもしてるんですよね、意外と。悩みますね。三つ編み、お団子、ツインテール、高めポニー、サイドポニー、難しい。でも最近おろし系多い。でもこの前ももちゃんの卒業公演でポニーテールしちゃった。いや、サイドポニーかも。サイドポニーにしようかな。ねえ、とっても可愛いパンちゃんの画像が出てきた。可愛すぎませんか。私お気に入り登録してたお気に入り登録見てたら可愛い。今日パンちゃんに遭遇した、そういえば。すれ違った。もうこれ最後かなと思ったら悲しくなりました。しょっちゅうパンちゃんとこの4年間ですれ違うこと多かったんですけど、
でももうこうやってすれ違うのもきっとないんだろうなと思って、もう来週卒業じゃないですか、はあ、悲しいってなった、あーみたいなめっちゃ叫ばれたんだけど、なんか前にねサラリーマンかなんか男性の方が歩かれてて、でも後ろからもう一人人が来てたんですよ、ちょっと離れたところから。だからあでもあれなんかメンバーっぽいなみたいな、遠くからかすかに見えてメンバーっぽい人いるなって思って、たらわーみたいなめっちゃ叫ばれてたびっくりした。多分その前を歩いてる方が一番びっくりしたと思う、急に叫び出したから背後で。そうだよ外だよ外まあ人通りはなかったけど、その何外でねめっちゃ叫ばれました、びっくりびっくり、不審者扱いされたかな私本当にわーみたいな感じだったの、そんな叫ぶって思ってびっくりしちゃったよね。こんばんは、ね、なんでだろう、嬉しかったのか怖かったのかの二択だと思います。嬉しかっただったらいいな。そうメンバー結構遭遇する、でも最近全然会わないんですよ、多分メンバーが出歩いてないんだよね、うん、メンバーのグリーティングやってほしい、ディズニーランドみたいにさ何時にこの辺いますみたいなのあったら並ぶのにさ、最近全然人に会わなくって。阿部寛さん、守りたいこの笑顔、ありがとう、守ってくださいこの笑顔を、この笑顔が奪われないように守ってください。キングさんピカピカありがとう、パセには会えそう、うん、パセは広島の街を常に歩いておりますのでどこでも会えると思います。もうあちこち行ってるよ、北に南に西に東にあちこちあちこちおるから、うん。でも昨日今日はダイソーに出没してました、だからダイソー屋で待ち伏せしたらパセに行って、危な危な危な、そうだよどこにでもいます、あっちこっちあっちこっち。今日はね突っ張り棒を買いました、サイズが合いませんでした、最悪です。突っ張り棒の上に乗せる板のサイズが合わなくて、あの洗面所のさ下に棚を作ろうと思ったんですよ、したらさ洗面所の下ってこの排水口のあるじゃん、太いパイプみたいなのが、それがもうちょっと右寄りとか左寄りに傾いてるかと思ったら中央にあってできなかったです、最悪です。うん、そう昨日ねあの大掃除にはまっちゃって今日もまたダイソー行っちゃったまた掃除グッズ買いました、また爆食いした、爆食いじゃない爆買いしちゃった。突っ張り棒、え、なんか AKB さんの突っ張り棒なんかあったよね、突っ張り棒ね、爆食いじゃなくて爆買いでしたお風呂掃除はもう排水口の奥の奥まで洗ったし、スニーカーも洗ったし、レインシューズも洗ったし、完璧。次の休みはベランダの窓の溝を洗おうと思って掃除グッズをまたゲットしてきましたやばいやばい、もうハマっちゃって。陣内さん偉い、芋けんぴさんピカピカありがとう、わーこのピカピカの使いどころここだ、すごいナイスタイミング、ピカピカ
あ、みかんさん、えらい、ありがとう。そう、私今日大晦日の気分だったんだよね。大掃除しすぎて、お風呂の換気扇も取り外して洗って、で排水口も洗って、壁も全部磨いて、で浴槽も全部磨いて、もう何でもかんでも洗って、洗面所とかの排水口もやったし、次の休みはベランダとコンロだな。コンロもしょっちゅうしてるのにすぐ汚れちゃうから、すぐ汚れる。あ、エアコンもしなきゃだった。そうだった、そうでした。エアコン掃除して、そんで夏が来る前に試運転しよう。そうしよう。そう、止まらなかった。和之進さん、えらい、ありがとう。そんな褒めてもらえるなんて、何でも褒めてもらえる、優しい世界や。ね、エアコン掃除難しいよね。エアコンフィルターいつ見ても綺麗なんだよね、使わないからエアコン使わなすぎてさ、年に何回かフィルター汚れてるかなって見るんだけど、毎回綺麗、もう新品みたいな綺麗さしてる。ホコリも一切溜まってなくて、何したらいいか分かんないもん。ごまさばさん、ありがとう。数字はやる気が起こらないので偉い。そうなんだよね、やる気起きないよね、わかるよ、やる気ね。3、4ヶ月前にさ、網戸掃除のやつを買ったんですよ。網戸のクイックルワイパーみたいなやつ買ったんですよ。それもまたやらなきゃ。黄砂ひどいからさ、黄砂とか花粉とかひどいから、きっともう汚れまくりだよ。あ、洗濯機が、今日は洗濯機もね掃除したのよ。洗濯機ってさ、あの柔軟剤とかが溜まったりするじゃないですか。そういうのも全部磨いて、今洗濯槽の掃除をしてます。あの自動でやってくれる、なんか粒入れるやつ。なんでもかんでも大掃除。今動き出した。なんかあれめっちゃ時間かかるじゃないですか、9時間とか8時間とか。今ついに動き出しました。昼からやってるのに、やっと働き出したよ。網戸張り替えるの？え、めっちゃガチ勢じゃん。網戸の無理だよ、さすがに、さすがに無理よ。でも網戸の目が小さい方がいいのかな、虫が入ってこないですか、蜘蛛とかアリとか。今日は失敗したなと思ったんよ、洗濯機をやったから。洗濯機掃除をする前に、なんかレッスンとか行ってる間にすればいいじゃんと思って、今日せっかく家にいたのに、もっと洗うものあったでしょって気持ち、あの冬服とか、あの春服とか、毛布とか、もっと洗えるものがあるはずなのに、せっかく家にいる時に洗濯槽の掃除で9時間洗濯機使えない状態にしてしまったから、あー失敗したーってなって。気をつけてください。私のこの失敗を皆さんが生かすんです。でもスニーカーの脱水だけは先にできた、そこだけは忘れずにできたから、まあよしです。まあよし。ひよしびけけさん、えらい、ありがとう。おみかんさん、推ししか勝たん。じつさん、えらい、ありがとう。まあこんなに褒めてもらえるの、うわ生きててよかったと思う。スニーカー洗ってみた、久しぶりに洗いました。
白いスニーカーだからねすぐ汚れちゃうんですよ。洗ったらピカピカになった。あと靴紐をハイターにつけてみた、したらびっくりするぐらい真っ白になった。最高です。すぐ汚れちゃう、いっぱい歩くからね。こんばんは。今日はハンに終わろうかな。ハンまでして喉の休息タイムにしたいと思います。スニーカーは歌マロで洗いました。合ってるかな。家にさセスキのシュッシュってやつと歌マロしかなかったから歌マロにしました。歌マロ万能って聞くからいけるかなと思って。大丈夫だったかな。G2 さん応援してる、ありがとう。持ち肌さんハートありがとう。キングさんバラありがとう。合ってる？え、合ってる、よかった。歌丸ってなんかね万能掃除道具みたいな、水色みたいな緑みたいな中間色の石鹸っていうかシュッシュッってやれた。これです、歌丸。石鹸もあるしスプレーもあるしのもあります。私も知らなかった、広島に来てから歌丸の存在知りました。なんかね入ったばっかりの頃に卒業メンバーの家具をもらったんですよ、先輩の家具を。二人歌丸までついてきてそこが初めての出会い。歌丸との出会いはお下がりの歌丸です。お下がり歌丸で出会いました。いいよね、何でも汚れとか大体落ちる歌丸。歌丸おじゃる丸、なんで歌丸って言うんだろう。歌丸由来、歌丸由来検索。歌丸ネーミングの由来は日本を代表する浮世絵師北川歌丸かららしいです。日本一の洗濯石鹸にという思いを込めてだって。へえ、歌丸さん。じゃあ私がさ日本一のアイドルになったらさ、いつかネーミングパセリ、石鹸の名前パセリ、日本一の洗濯石鹸へと思いを込めてみたいになるってこと。いいな歌丸さん。歌丸なんかすごい歴史があるらしい、歌丸の公式サイトを見たら。歌丸の会社が廃業してしまったらしい。だけど多くのお客様から廃盤にしないでくださいって言われて、歌丸石鹸がまた別の会社で製造から販売まで手掛けることになったそうです。でその出来事をきっかけに西日本でも歌丸が流通するようになったんだって。もう60歳ぐらいらしいよ歌丸。すごいね、口コミだね、口コミ歌丸。キングさんバラ、課長さんクマありがとう。クマケンボーさんハートありがとう。唐揚げくんが38歳、そうなの、年上じゃん。今まで唐揚げくんとか慣れ慣れしく読んでごめんなさい。唐揚げさん、唐揚げ先輩38歳。一回り上ってこと。私唐
唐揚げさん、唐揚げさんはレッドが一番やな。おいしい。大吉さん、バラありがとう。 STI さん、ハットありがとう。唐揚げ、唐揚げ、チーズ。今何が定番なの？定番メニューってチーズとレギュラーとレッド3個？レモンもですか？瀬戸内レモンみたいなやつも？あれ定番のやつ？4種類あるの？やっぱレッドやな。たまにレギュラー食べるけど物足りなくなる。あー辛さが欲しいって言って、もうあー辛さが、あーってなって禁断症状出る。辛いのがいい。でも辛いのが好きな人ってストレスが溜まってるらしいですよ。前に調べたの、辛いものが好きな人特徴みたいな調べた。ストレスが溜まってる時は辛いものを欲しますっていうのが出てきて、溜まってないけど別に。うん、多分確かそうだった気がする。辛いもの、うんうんうん、辛いものを取ることで一時的にセロトニンが増加しストレスを和らげる効果があります。だってだからね、辛いものが食べたいっていう時はストレスを感じてる、刺激を求めているらしい。ひー、やだね、ストレス溜まるのやだね。リアスティさん、ダルマキングさん、バラ、エンちゃん、お断りです。甘いものどうなんだろうね。甘いもの、甘いもの特徴、甘いものが好きな、食べたい、食べ、甘いものが食べたくなるときは、あ、出てきた。エネルギーの元となる三大栄養素、タンパク質、炭水化物、脂質のいずれかが不足しているときに甘いものが食べたくなるそうです。そしてストレスを感じているときにも欲しくなるそうです。もう全部じゃないですか。ストレスがたまると甘いものか辛いものを欲しちゃうみたい。もうみんなやん、みんな当てはまるやつや。おかしいね。キングさん、バラありがとう。おっさん、バラありがとう。わあ、もう25分早い。ひろし BKK さん、ポップコーンありがとう。はっちゃん、ハット、Z さん応援してる、ありがとう。なんかさ、チョコレートが食べたいときはこれを食べましょうみたいなやつあるよね。食べたい置き換え、あるよね。瀬とか3箱食べ終わった。え、すごっ。え、短期間でですか？相当じゃない？もったいな。瀬とか高いのに贅沢やな。譲ってくださいよ。カツオさん、レインボースター、さよっちょさん、おめありがとう。メロンのあそこさん、だるま、そらそよかさん、ハートありがとう。ちょっと今ね調べてますよ。今なんか前に見たんですよね。
コレート、ふふ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 、ケーキやチョコレートを食べたいときはレーズンやイチジクなどのドライフルーツを食べるといいらしいです。スナック菓子が食べたいときはチーズとかを食べたらいいらしい。本当無理だよ。ポテチが食べたいときはポテチしかもう受け付けません。じゃがりこ食べたいときはじゃがりこしか受け付けません。28分、早い早い、もう終わりや、無理だね。我慢は敵だよ。食べちゃいましょう。美味しいものいっぱい食べちゃいましょう。じゃあそろそろ喉を休めたいと思います。今日もいろいろお話付き合ってくれてありがとうございました。明後日はドラフト3期生のコンサートとひなさんの卒業コンサートです。噛みそうになった、危ない。ありがとうございました。アンバさんお疲れ、ミッチお断りです。ありがとう、見てくれて。それじゃあ壇上じゃなかった、壇上か、壇上行きます。その前にスケオさんハート、タカシンさんバラ、ジョニーさんハート、台湾ジョジョさんハート、キングさんバラ、ありがとうございます。よし、壇上行くぞ。え、確かに沖さん、え、沖さんのメールっていつまでですか。え、出てるっけ、出たっけ。え、明日、明後日。私がメール、もうさ、長年撮ってるメールが届かなくなるってこと？無理なんだけど。いつまでですか？待って、無理だよ、そんなの。20日まで？土曜日まで？じゃあもう卒業コンサート終わったらもう来ないかもってこと？時間次第では。はぁ。あ、でも昼公演か、沖さん。悲しい。そっか。20日までか。メール、じゃあ沖さんのメールでおはようするのもあと2回ってこと？明日明後日ってこと？やだよ、やだです。私沖さんのメール、私沖さんのメールのモノマネできるよ。沖さんのメールのモノマネ、16時ぐらいにこんばんはって来る。沖さんメールあるあるも言えちゃうもん。人より夜来るの早いなっていつも思ってました。多分分かってくれる人いる。確かに解約、そっか、手動か。私ね、タムキチのメールをずっと取ってたんですよ、卒業した後。そう、タムのメール取ってて、ずっと卒業前になんか最後どういうメールが来るか気になって取り始めて、で卒業した後も取って、気をつけなきゃ。では明日またパセリからの早送メールぜひ受け取ってください。よろしくお願いいたします。ではそろそろ終わろう。あ、明日あやぱん卒業公演当落、当たるといいな。私絶対に参戦するんだから。明日は当落だそうです。みんなで大好きなあやぱんの最後の日見送りましょう。それじゃあ本当に壇上行きます。壇上詐欺行きます。13位、陣内さん
12位カメさん、11位クワドリさん、10位台湾ジョジョさん、9位 Z さん、8位新一さん、7位ひろし BKK さん、6位阿部ひろしさん、5位カツオさん、4位カズノシンさん、3位マポスさん、2位おみかんさん、1位 G2 さん、ありがとうございました。ありがとう、見てくれてお話し相手になってくれて嬉しかったです。私今日唯一の会話だったからとっても嬉しかったです。ありがとうございました。配信外では安静にしようと思います。みんなも大掃除したくなったらぜひ、大掃除やる気スイッチが入った時にやってください。それじゃあまた明日です。おやすみなさい。またね。おやすみ。